ですよ。え、みんな知ってます？私自分のステージ終わって、うん、パスパレスさん の, あのゆらゆらで感動と自分がステージ終わって安心の感動でボロボロ泣いて相葉さんにひっついて相葉さんの衣装汚しそうになるこうやってやってはーとか言ってでその後に泣いてるじゃん、ダメ泣いたら出るよって言って泣くなあと吹き方も教わりました俺上向いてとか言って最初はおーとか言って言ってたけどダメ泣くな急に泣くなとかっていうことがありましたね、はい、それが富士急の思い出なんですけどね、はい、あったなありました ね, ね、はい。